鶏卵大手企業と元農水大臣の贈収賄事件、並びに農水行政に関わる疑惑について質問します。鶏卵大手企業秋田フーズから吉川貴盛元農水大臣が在任中に現金500万円の賄賂を受け取ったとして、東京地検特捜部は1月15日、吉川氏を収賄罪で、秋田フーズの秋田義樹前代表を贈賄罪でそれぞれ在宅起訴しました。行政が金によって歪められた疑惑があります。秋田フーズからの賄賂と接待は複数の政治家、農水省の幹部にまで浸透し、この金権腐敗に国民の怒りが広がっています。報道では秋田氏は大臣室で現金を渡したことを認めています。吉川元大臣は国会議員を辞職しました。省を挙げて真相究明するべきじゃないんですか。西川幸也元農水大臣についても聞きます。2014年から2020年までの7年間に1500万円を超える現金を渡したと秋田フーズの秋田氏は供述しているとの報道があります。西川氏が大臣在任中、秋田市から現金の授受があったのか調査しましたか。農林水産大臣野上幸太郎君。吉川元大臣と秋田元代表が贈収賄の容疑で起訴されている状況におきましては、秋田代表元代表と関連する現金の授受の事実関係について農林水産省として調査を行うことは適当ではないと考えております。農水省の中で起きている事件なんですよ。しっかりと調査をしないと真相究明にならないじゃないですか。贈収賄事件の背景には動物福祉アニマルフェアをめぐって農水省に対する養鶏業界の強い要求がありました。2018年にアニマルウェルフェアに関する国際機関である OIE 国際獣疫事務局から養鶏場での飼い方に規制を設けようとする基準コード案が示されました。これは鶏舎に泊まり木や巣箱の設置等を義務付加するものでありますけれども、義務付加されれば養鶏業界は多大な設備投資を迫られることになります。そこで規制に反対する養鶏大手の秋田フーズが大臣や政治家官僚らに賄賂接待を含む働きかけを行い、業界側の要求に即した政策決定をしたのではないか。結果としてそのような政策決定となっているのでありますが、金が行政を歪めたとしたならば、これは大問題であります。ここが争点なんです。ここが問われているんですよ。時系列で見ていきたいと思います。まず2018年9月11日から20日にかけて、 OIE の行動委員会がアニマルウェルフェアと採卵系生産システムの二次案を提出しました。この二次案で養鶏場に巣箱や泊まり木を設ける義務を定めることが提案されたわけであります。翌月の10月4日、就任したばかりの吉川貴盛大臣に、秋田フーズ代表の秋田義樹氏、河合克行議員、農水省幹部3人が高級和食店で会食をしています。そこでお伺いしたいんですけども、この会食に参加した今の枝本事務次官、当時生産局長でした。今日答弁してくださいとお願いしたんですけども、来られていません。それから、この会食に参加した、当時の畜産振興課長、現、伏見大臣官房審議官、来られていません。説明してほしいんですよね。大臣だから聞きますよ。職員から聞き取りをしていると、述べられています、会見で。本件の関連で、指摘されている施策の判断が妥当であったかどうか、これは妥当であったと考えておりますが、これらの会食が養鶏鶏卵行政の公正性に影響を与えたかどうかにつきましては、第三者検証委員会の、判断で検証を行っていただきたいと考えております。以上、国会も検証していかなければいけません。農水大臣に加えて、事務方で参加していたのは、生産局長、畜産部長、畜産振興課長、食肉鶏卵課長、これだけのメンバーが揃ってですね、アニマルウェルフェアの話をしないわけがないんですよ。秋田市から要望を受けて、OIE 二次案への対処を話し合っていたんじゃないんですか。これはもう容易に推測できる話です。次です。会食の翌月の11月12日、日本養鶏協会が、アニマルウェルフェアについて吉川大臣に要望書を提出しています。でここには西川幸也内閣官房参与も同席しています。西川氏は自身のブログに内閣官房参与として要望の場に立ち会ったと書いていますが、果たしてそうなんでしょうか。資料の2をご覧になってください。日本養鶏協会、日経共ニュース、協会が吉川大臣に要望書を提出する頃、西川幸也日本養鶏協会顧問から生産者等を対象にした署名活動遂行のご指導がありましたと記されている。西川氏は秋田フーズの顧問もしていたんですよ。まさに養鶏協会の立場に立った人なんです。また西川氏の政治資金報告書を見ると、日本養鶏政治連盟からの政治献金ももらっている、パーティー券も購入してもらっている、そして秋田フーズから1500万円の金銭授受の疑惑がある。業界とズブズブの関係が西川内閣官房参与なんです。一方で官房長官にぜひ聞いてみたいと思うんですけども、内閣官房参与としての公務の実績が全く見当たらないんですよ。4年間の間に1300万円を超える
報酬を受けているにもかかわらず、官房長官にお伺いします。西川氏はこの贈収賄事件が報じられると理由を述べずに参与を辞任しました。任命したのは菅首相であります。参与としての仕事のあり方はどうだったのか、贈収賄事件、秋田マネーとの関わりはどうだったのか、これは内閣としてちゃんと調べるべきではありませんか。内閣官房長官加藤勝信君。まず西川元内閣官房参与は、農林水産分野に関する知識経験を有しておられたことを踏まえ、平成29年11月8日から令和2年9月16日まで、また令和2年9月25日から12月8日までの間、内閣官房参与として農林水産業の振興に関して総理への情報提供や助言を行っていたというふうに承知をしております。なお西川氏ご本人から一身上の都合ということで今申し上げた12月8日をもって退任されたと、こういう経緯であります。それは分かってる。なんか一言のように聞こえますよね。田村孝明君。はい、官房長官、ご存知のように西川幸也氏は吉川元大臣よりも深く秋田フーズと関わっているんですよ。調べるべきじゃないんですか。参与の公務スケジュール、私も要求したんですけども、なんと即日廃棄していると言われました。知られたくない公務があるんですか。これは徹底的に調べていただきたいと思います。時系列に戻ります。大臣室での要請の9日後の11月21日に秋田吉木氏が都内のホテルのトイレで吉川大臣に200万円を手渡ししていると報道されています。こうした農水大臣と農水省幹部への賄賂と接待の経過を経て、12月19日に OIE 提案、アニマルウェルフェアを協議する政府の OIE 連絡協議会が開かれました。この連絡協議会には通常のメンバーに加えて臨時メンバーとして新たに4人が参加をしています。このうち2人は大手養鶏企業であります。なぜ突然臨時メンバーとして入ってきたんですか。これ国内の産業界や消費者等の関係者に影響を及ぼしかねないことから、農林水産省では OIE コードの作成または改正について我が国の対応方針を決める前に OIE 連絡協議会を開催をして、畜産関係の生産者団体、学識経験者、アニマルウェアフェア関係者、消費者等との間で情報交換と意見交換を行うことといたしております。この協議会の議題に応じて参集する臨時メンバーについてでありますが、この協議会開催要項におきまして、必要があれば専門的立場から積極的に発言できる議題に関連するその他事業団体等からの推薦者等の有識者を臨時メンバーとして検討するとしております。お尋ねの2018年12月の協議会に出席をした養鶏関係者につきましては、この開催要項に基づいて日本養鶏協会から推薦していただき臨時メンバーとして選定したものであります。臨時メンバーには利害関係者を採用するということは、この OIE コードの作成または改正に対する我が国の対応方針を決定することに先立って営業を受ける国内の生産者などと情報提供や意見交換をするために行うものに必要でありまして、透明性の観点からも適切な行為であると考えております。一般的な話を聞いてるんじゃないんですよ。この議題に関するね、業界団体的なことを今発言されましたけども、この臨時メンバーの一人は秋田フーズの副社長秋田翔吾氏、秋田吉木被告の息子じゃないですか。秋田氏が副社長である息子を出してほしいと吉川大臣に頼んだんですか。吉川大臣がそれとも人選したんですか。それとも農水省が人選したんですか。経過について教えてください。この開催要項に基づいて日本養鶏協会から推薦していただき臨時メンバーとして選定したものであります。田村孝明君。ですね、事実はね、賄賂金を大臣に提供した企業がですよ、この審議会に出てきてるんですよ。信じられない人選ですよ。結論ありきで議論を進めたんじゃないですかと聞いてるんですよ。議事概要しかないので、私はですね、協議会のメンバーの一人である日本消費者連盟共同代表天笠圭介さんにこの時の状況のことについて伺いました。そしたら天笠さんはこういうふうにおっしゃったんです。アニマルウェルフェアは世界の趨勢なので国際基準を作った方が良いと私も何度か発言しましたが、言わせておくという感じで私たちの意見が無視されている感じでありました。結局刑事買いを続けることで決まっていたのでしょう。日本の刑事買いは 95% で大手の養鶏で非刑事はないですから、出来レースだったんでしょうねと、このように証言されました。大臣、出来レースだったんですか。さまざまなご意見をお聞きする中で決定されていたということであります。大臣、ここからよう聞いていただきたいと思うんですよ。天笠さんはですね、さらに重大な事実を私に伝えてくれました。それは贈収賄事件が明らかになった後の12月18日に開かれた、これ去年ですね、 OIE 連絡協議会で重要な提案をされています。一つ、農水大臣の現金授受についての経緯。二つ、事件が OIE 海外に与える影響。三つ、
こうした事件疑惑を背景に、世界的流れであるアニマルウェルフェアの規制が否定されたと。したがって、これまで議論してきた、2018年のこの流れですね、これまで議論してきたアニマルウェルフェアの基準を再討議する必要があると、この時委員の一人である天笠さんは主張されたんです。そしてこの点について意見を述べたんだけども、全く無視をされたと。提案については、なんとその前日に農水省にメールでも連絡をして要請していたんだけども、返信もなかったというふうに言われてるんですよ。驚きですよ。事実、この協議会の議事概要を見ても、天笠さんの提案主張は一行も書かれていません。大臣、正規のメンバーの方がですよ。贈収賄疑惑があったことを踏まえて、これだけ真っ当なことを述べているにもかかわらず、なんで無視するんですか、農水省は。ちゃんと釈明してください。大臣、無視してるじゃないか。農林水産省生産局長、水田正和君。あなた、会食に出た人でしょ、答弁するの。水田君。会食に出とった人。いいよ。はい、会食行ってるじゃないと思うんですか。はい、静粛にどうぞ。いただきます。そういった指摘があったことは事実でございます。聞こえません。もういいや。もういい。委員長。大きい声でもう一回聞いた方がいいんじゃないですか。野上大臣、質問変えます。聞いてください。そもそもこうした経緯があったということを、大臣ご存じないでしょ。ね、聞いてないでしょ、この経過。私もね、ついさっき知ったんですよね。これ、大事なことなんですよ。無視されてるんですよ。正規のメンバーの方が発言したことについて。そして、大臣は、協議会のメンバーのこの発言を全部踏まえて、先ほど答弁されましたか。これ、大事な協議会のね、議論なんですよ。ちゃんと、発言の内容を見ました。いやいや、大臣、それ、後ろ関係ないですよ。見たかどうか聞いてるんですよ。去年の12月の協議会のそのご意見については、詳細報告は受けておりませんが、この政策の妥当性についてですね、申し上げますと、この採卵権のアニマルウェルフェアに関するコメントの提出については、先ほど申し上げたとおり、生産者団体ですとか、消費者団体や学者団体の方から先ほど申し上げたようなさまざまなご意見を受けたまわりました。また、科学的な知見についても確認した上で、応援に提出をしています。まあ、その内容はですね、我が国で主流であるケージによる使用を含めた多様な使用形態が認められるべきとのものであり、その考え方は吉川大臣就任前の1次案に関するコメントからは変わっておりません。で、さらに国際的な話もありましたが、2次案に対しては、米国なども OIE 総会で反対の意見を示したところでありまして、我が国のみが他の OIE 加盟国と異なる意見を述べたわけではありません。まあ、このようなことから政策判断は妥当なものと考えておりますが、いずれにしても、養鶏卵行政の公正性につきましては、今、第三者検証委員会におきまして、後輩の影響に十分注意しつつ、調査検証を行っております。田村貴明君。だったらね、だったらそこまでおっしゃるんだったら、私たちも検証させてください。議事録出してもらうと困るんですよ。秋田マネーによって、協議会の公正さが歪められた可能性があるんですよ。委員長、第2回 OIE 協議会の議事録を本委員会に提出していただきたいと思います。よろしくお願いします。理事会でただいまの件は協議をさせていただきます。委員長、すごいんですよ。業界の要求通り巣箱泊り木の設置は義務でなく任意に変更するということで、日本政府は OIE にコメントを出しました。そして秋田氏、吉木氏は吉川大臣に大臣室で今度は200万円を渡しました。そして政府はアニマルウェルフェア二次案にいわばダメ出しのコメントまで出しています。二回目のね、これでストーリーが完結するかと思ったらですね、まだ続くんですよね。秋田氏は8月2日吉川大臣に100万円を大臣室で手渡したとされています。これ一体何を意味するのか。同月27日、日本養鶏協会は令和2年度予算への要望を農水大臣に提出しています。その後、鶏卵生産者経営安定対策事業の改定が行われ、秋田フーズのような大規模養鶏場の補助額が増大したのであります。大臣にお伺いします。政策決定の裏で金が吉川大臣に渡される、しかも繰り返して行政が政策決定が金で歪められているじゃありませんか。はっきりしてるのはですね、金を送った側の要望が
受け取った側の大臣の下で、すべて実現しているということなんですよ。そういう認識は、今、野上大臣におありですか？ちゃんと答えてください。今お話しありました、アニマルウェルフェアの OI 行動につきましての妥当性に今申し上げたとおりでありますし、生産者安定経営対策事業につきましてでありますが、この事業もこれまで3年間の業務期間ごとにですね、鶏卵の需給動向を踏まえて見直しを行ってきておりまして、平成23年度の事業創設以来、一貫して鶏卵の需給調整を行う観点から見直しを行ってまいりました。でこうした中で平成30年以降は、生産量の増加に伴って需給が緩和して、卵価が長期にわたって低迷をしたことから、令和2年度から新たな事業期間に入ることを契機に、需給改善のための空車延長事業もさらに強化する観点で見直しを行ったところでありまして、その判断は妥当なものであったと考えております。公正性につきましては、第三者検証委員会におきまして、後半への影響等に十分配慮しつつ、調査検証を行っていただいております。全然ですね、納得できません。だからね、私もそうだし、野党のね、方々から出されているね、資料請求には応じてください。議事録も公開してください。そうじゃないとね、これ贈収賄事件なんですよ。そしてね、役人の方も接待を受けてるじゃないですか。時間がないけどね、聞きます。人事院、来られてますね。はい。秋田フーズの秋田氏はですね、農水省から生産者安定対策事業の補助金を受け取っているので、これは明確にですね、利害関係者、会食において。そして、会食の費用をね、これ枝本さんが、会見で訴えて、言ってたんだけども、その時の吉川大臣が払ったと言われてるんです。これ吉川大臣が払ったところでね、秋田市から多額の金銭提供を受けているのだから、これは実質、利害関係者からの接待と見るのが自然ではないかと思うんですよ。そういうことを踏まえて、今調査してますか。国家公務員倫理審査会事務局長荒井仁君、お答えいたします。あくまで一般論として申し上げた場合ということになりますが、倫理規定3条1項6号におきましては、職員が利害関係者から強接待を受けることは禁止をされておるところでございます。背景があるということをですね、全念頭に調査を進めていただきたいと思います。時間が参りました。委員長にお願いがあります。吉川元農水大臣、西川元農水大臣兼内閣官房参与、それから当時会食に参加した秋元事務次官の承認喚問を求めたいと思います。お取り上げいただきたいと思います。いかがですか。ただいまの件は理事件、農政行政が歪められた疑惑をはじめ、政治と金の問題で集中審議を求めて質問を終わります。